ワンちゃんの体にいいドッグフード、アフコ認定ポチ。もう一個くらい見ておくか。ワンちゃんに安全なドッグフード、ああこれもアフコ認定か。よしポチ。よし、これで1ヶ月分くらいは大丈夫だな。で、アフコって何？はい、どうもこんにちは、酒井です。ネットでよく見るアフコ認定、この動画を見た後は完全にアフコが理解できます。結論からめちゃくちゃ分かりやすく言っちゃうと、アフコ認定イコール総合栄養食と名乗ることができるということです。この動画を見ていただければ、アフコ？あのアフコねと、小学生からの幼馴染かくらいの気安さでアフコのことを語ることができるようになると思います。動画の流れとしては、1、アフコとは何ぞや、2、信用していいの、このような流れで解説をしていきます。それでは早速いきましょう。アフコとは何か。アフコとは米国飼料検査官協会、 The Association of American Control、 The Association of American of The Association of AmericanThe Association of American Feed Control Officials の頭文字を取ってアフコと日本では呼ばれています。ペットフードの栄養基準やラベル表示に関する基準を制定しているアメリカの団体です。アフコが定めたペットフードの栄養基準は世界的なスタンダードとなっていて、日本のペットフード公正取引協議会もアフコの栄養基準を採用しています。日本で作っている国産のドッグフードもこのアフコの栄養基準にのっとって栄養基準をクリアすることで総合栄養食と名乗っているということです。知っておいていただきたいのは、アフコというのはペットフードの認定や承認を行っている団体ではないということです。そのためペットフードのパッケージなので、アフコの栄養基準をクリアしている場合はアフコ認定、アフコ承認、アフコ合格、このような表記は禁止されています。アフコで認められたペットフードというのも正しくありません。あくまでもアフコの基準をクリアしたフードですという表示になります。じゃあアフコの栄養基準をクリアしていれば総合栄養食と名乗ることはできるんですけれども、果たして安全安心なのか、そして信用に足る毒度なのか、このことについて解説をしていきます。アフコの栄養基準はペットと飼い主様にとってなくてはならないものです。なぜなら最低限の栄養基準も守れない低品質なフードが巷に溢れてしまうかもしれないからです。しかしながらアフコの栄養基準をクリアしているから安心ということはできません。ペットにとって好ましくない原料を使って栄養基準をクリアしているペットフードメーカーが存在するからなんです。アフコはパッケージの表示についてはかなり厳格な規制を設けているんですが、原材料についてはそれほど厳格ではありません。極端な言い方をすれば、基準値以内であればどのような原材料を使ってもいいとされています。僕の中ではこのアフコの栄養基準というのはかなりハードルは低いです。その先は各メーカーの善意に委ねられているわけなんですけれども、残念ながら添加物などを使ってアフコの栄養基準をクリアしているペットフードメーカーさんも一部存在するようです。アフコが定めている栄養基準をクリアしているイコール安全であるとは言えないんですね。アフコに認定されているっていうことは当たり前のことで、アフコに認定されていることでドッグフードを選ぶ基準にはならないと思っています。皆さんはどうですか？ペットフードを選ぶ際はアフコだから安心と簡単に手を伸ばさず、原材料や製法、メーカーをしっかりと確認した上で選ぶようにしましょう。これでアフコとはとっても仲のいい友達になることができました。仲のいい飼い主友達のことにもドヤ顔で語ってみてください。動画で話した通り、アフコの基準をクリアしていれば素晴らしいフードですというわけではありません。メーカーのことを学んだり、原材料のことを学んだり、ワンちゃんとの相性のことを考えたり、しっかりと考える必要があります。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。 See you next time.